ちは。そう、ちょっと平日のこの時間なんですけども、ちょっとでもできたらなと思っております。ありがとう。こんにちは。ちょっと短くなっちゃうかもだけど、やりまーす。やっほー。 AKB48 18期研究生の新井沙耶です。ありがとう、星とかいっぱい。こんにちは、ありがとう。そう、なんか時間がちょっとしかできなそうで、20分とかしかできないかもしれないんだけど、 6時じゃない、4時半くらいまで多分できるのでします。話そう、みんなありがとうそこをなんとか3時間やりたいんだよ。こっちもやりたいんだけどね、3時間は無理そうですね。でも3時間分ぐらいギュッと濃くお話ししますね。ツアーの話かな。そう、仙台公演初日がありました。ありがとうございました。そう、ツアーしましたツアーしましたって、まだ1箇所だけだけど。仙台公演どうでしたか皆さん。今回配信もねあって、そう、配信も無料っていうか、そう、無料で、今回仙台と大阪かなが無料かなんかであってます。そうだから配信で見てくださった方も多いんじゃないかなと思いますが、ありがとう、配信で見ましたって、ありがとうございます。そう、ユニットのひまわりとかは特に仙台限定、仙台公演限定のユニットだったので、そう、ジャンプがすごかった、嬉しい、ありがとう。そう、ジャンプしました、めっちゃ。なんか写真、公式で上がってた写真がめっちゃ、サイが飛んでる写真が、そう、公式の AKB のX に上がっててそう、みんなめっちゃサイめっちゃ飛んでるじゃんって言ってくれた。そう、メンバーもそういっぱい言ってくれました。翼が見えた見えた、本当、もうでも本当に自分でもびっくりした、あんな飛んでたんだと思って。そう、でも端っこでもいっぱい飛んでますんで、飛んでる人を見つけたら多分それは私ですそう、ジャンプしてるので見つけてください、ぜひぜひこんにちは。そう、ユニットはひまわり、よかったよって、嬉しい。ひまわりは、そう、なんか僕の太陽公演でユニットひまわりじゃなかったんですけど、そう、ひまわり見たいって言ってくださってる方がすごく多くて、そう、だからできてよかった。大丈夫だよ、仙台公演限定のユニットですって MC でも言ってるので。そう、そうなんです、ユニットは公演限定だからもう見れないと思ったらそれも寂しいけど、そう、でも昼と夜とまた違う表情してみたりとか、歌も歌い方変えたりしました。ひまわりすごく似合ってた、嬉しい、ありがとう。そう、なんか結構振りがあんましないというか、複雑じゃないからこそ、小さい振りに気持ちを込めてねって先生に言っていただけて、そう、こう指さすところとか、手をなんかこう揺らす振りとかも、気持ちを込めて指先まで意識して踊ってましたので、注目ポイントそう、ひまわり私もねやってみたかったから、できてめっちゃ嬉しかった。そうそう、ルーさんが演出してくださってます。そう、今回キューブとかもやったりとかしてますけど、
ね、そう配信だと失敗しちゃったんだよね、あのキューブ。そうでもあの昼はうまくいったんですよ。そうキューブ転換、なんか私たち AKB48 ですって書かれたキューブをみんなで回したりとかして、なんかまた今までのコンサートではとは違った新たな試みとかもあったりして、ね、面白い、楽しんでいただけるコンサートになってるんじゃないかなと思います。そうお昼はバッチリだったね、バッチリだったよ。なのにね、ね、でもこれからもきっとあったりするかもしれないのでお楽しみに。仙台公演でもなんかあっという間すぎて、そうなんかもうだってまだ終わってから1週間ぐらい、もうちょっととかですかね。だけど全然なんかそんな経った感じしない、あ違う違う、もっと前の感じみたいにことのように感じるくらい、すごくあっという間に終わってしまった仙台公演でした。そうすぐまた大阪公演なので、ツアーってなんかね楽しいですね次から次へと楽しみがあって、そう大阪公演も楽しみ、絶賛今練習中って感じなので、え、ずんだ食べてないの。そうずんだ食べたかったんだけど、ずんだシェイクが飲みたかったんだけど飲めなくて、そうなんだっけ、前グループ握手会で仙台に行かせていただいた時にずんだシェイクなるさんがおすすめのやつを飲んでめっちゃ美味しくて、絶対また行ったら飲もうって思ってたのに飲めなかった。そう残念、だから今度また何かで行けたら飲みたいなって思ってます。そうあだらしない愛し方よかったよ、嬉しい。だらしない愛し方もそうだ、全体曲じゃないブロックっていうんですか、そうだらしない愛し方もやりました。意外だったかな、どうだろう、予想通りでしたかね。そうちょっとかっこいい系な曲だったのでぴったり、嬉しい。そう彼女になれますかとだらしない愛し方はどっちになるかなって感じ、意外だったね。そう私もどっちなんだろうって思ったらだらしない愛し方でした。そう意外だったね。なんかでも私はセリフを言う歌割りだったんだけど、 そのセリフをめっちゃユイにバカにされたユイに気の抜けたから味がするみたいな真似されたんだけど、そんなんじゃないよって言ってやってたけど、でもかっこよく言えたんじゃないでしょうか。そうでもユイの歌い方とかもめっちゃかっこよくてセクシーで、そうそうそうアンレイムで鍛えてるのでそうなのユイチ。そうなんか1年前じゃないか、もうお披露目の時のネモハモとかユイの歌い方めっちゃ可愛いんだけど、なのにもう今は結構大人な歌い方になってて勝手に成長を楽しんでます私はそうなの。ネモハモ懐かしい、もうちょっと前だ。パフォーマンスうまかった、嬉しい。そうだらしない愛し方はまた違ったダンスって感じで難しかった、結構苦戦したんですけど、でもユイとカスミンとかユナとかアズとか18期も結構いたりとか、千奈木さんとも一緒に練習してやりました。そうなのふふ仙台公演そんな感じかな。なんかでも振り返りメールで結構送ったんだけど、そうなんか一曲一曲やっぱり意味があったり思いを込めてたりしたので、そうでもまだね
終わったわけじゃないというか、次のツアーもあるのでいっぱいあのパフォーマンスで見せていけたらなと思ってます。そんな感じかな。情報量多くて嬉しい。こちらこそ初見です、ありがとう。そう、仙台公演はそんな感じでした。でも大阪も本当に楽しみ今からね。笑顔が抜群、嬉しい笑顔。あ、そう、ウィズミュージックさんも出させていただきました、ありがとうございました。そう、ポニーテールとシュシュしましたよ、ウィズミュージックさんでは。そう、恋積んじゃったでは出させて、テレビ歌番組に出させていただいたことが最近結構あの機会が増えてすごいありがたいなと思って。でもポニーテールとシュシュはやったの初めてだったからめっちゃ緊張したんですけど、そう、カメラ目線決まってて嬉しい。そう、本当にいつも応援のおかげで音楽番組もいっぱい出させていただけて感謝です、本当にありがとう。探した、見つけた、見た見た、嬉しい、ありがとう。そう、なんかもう緊張しちゃってめっちゃ、私、まあ、いつも普通にもともと緊張しいなんですけど、緊張してるように見えないって言われるんだけど、いつも緊張しちゃってって、でもあの全力で踊って歌ってきました。そう、なんかでも楽屋でもめっちゃ先輩とお話できたりとかして緊張をほぐしていただけたので感謝。そうなの、見えない、本当によかった、緊張してるように見えない、嬉しい。そうなんです、いろんなテレビに出させていただけて、そう、本当に、しかももう恋積んじゃったもめちゃくちゃポジションいろいろできるので、そう、ツアーのポジションもまた違って、そう、一番最初に覚えたのがエリーさんのポジション、あのゆいゆいさんがあれでアンダーに入らせていただくときにエリーさんとこ覚えて、でツアーではマホピョンさんのところに入ってたので、そうそうなんです、マホピョンさんのポジションでした。そうだからもっといろんなポジション、そう、8人バージョンも劇場でやったりとかしてるのでね、いっぱい食いつんじゃったもできて嬉しいです。そう、18期公演とかも嬉しかった。そうそうそう、久々でもないのか、なんかでもただいま恋愛中公演自体が個人的に久しぶりな気がして、そうしてたんだけど、ポジション変わると覚えるの大変、どうなんだろう。でも結構振りがやっぱ歌割りごととかになっちゃうから違ったりするからごっちゃになるんじゃないかっていうのがあるけど、でも覚えるのは割と得意な方だから、そんなに私はそう覚えられないってなったことはないですね。そう、でも混ざりそうになることは何度も、なんかこう食いつんじゃっただとイントロの振りであのこうみんなでパンチしてく振りがあるんですけど、そこが下上下上の人とか上下下上の人とかいっぱい人によって違くて、そう、それがどっちだっけってなることあるけど、始まる前にちゃんとあ、今日はこっちの日だってやって覚えてます。思い出してます。そう、上と下が逆とか、あとこれじゃ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 、ここから先に進めないの、これがこっちかこっちかみたいなのが違ったりするので、そう、それが難しい。あ、夢見てごめんの MV も嬉しい、ありがとうございます。夢見てごめん MV 見てくださってますか。そう、でもこの間もう10万回突破したっていう感じで、そう、嬉しい、夢見てごめん、めっちゃ可愛いです MV、 だから振り付けが本当に可愛い、チャ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 、もう真似できる。
MV 世界一かわいい、嬉しい、ありがとう。そう本当にでも世界観もめっちゃかわいい、あのメイドさんのお洋服着てたりとか、お店の感じもめっちゃポップな感じでかわいいんですよ。そうね、メイキングね、ラーメンを食べてます、メイキングでは。そうジュースも一人一人のカラーになってたりとか、きます。あ、色のあの色の衣装嬉しい。そう緑の衣装珍しい、一人一人結構違う形とか色とかで今回は衣装で、そうそうそう珍しい感じの衣装でした。メイキング見てない？見てくださいぜひ。そうクルルンさんとも仲良くなりました。そう朝一からずっと結構2人のシーンが多かったから撮影して、朝一はちょっとなんかまだ距離があったんだけど、でも一日通してすごい仲良くなれて、そうめっちゃ今は結構お話できるようになりました。そうなの。優しいクルルンさん、最初の振りで2人で一緒に出てくところがあるんですけど、そうチャッチャッチャチャッチャッチャってこう手つないで前に行くところがあって、そう、そこがドキドキしちゃう。こうやって恋人つなぎしてます。そうクルルンさん、そう成分 A って言ってます。そうそうそう、メールに書いたやつ、ここ MV でこのシーンの時にちょっと口が動いてるんだけど、あれはちょっとセブンエイって口で言っちゃってるのが映っちゃってるっていう。そうでもまあそれもいい味ってことで、そうチャ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 セブンエイってやってます。セブンエイチャチャチャララめっちゃ可愛い本当に振り付け。そうなのでダンスシーンも注目して見てみてください。そうセブンエイは普通に癖で言っちゃった。 MV 可愛い、嬉しい、可愛すぎる。嬉しい、ありがとう。そう生配信で披露とかもあったりしたから、そのアーカイブとかも残ってると思うので見ちゃってください。全部可愛い、嬉しい、ありがとう。可愛いスクショタイム、突然の可愛いこのポーズ。可愛い、100回見てね、嬉しい、ありがとう。名古屋で初めてお話しして楽しかった、嬉しい、個別でお話して嬉しい。そうだ名古屋でグループ握手会もあった、嬉しい、ありがとうございます。そう初めましての方結構いらっしゃって嬉しかったです。あポールスターも可愛いよね、君と僕のポールスターめっちゃいい曲、もうめっちゃ聴いてる私も、めっちゃいい曲。そうおへそユナと歌割りで、ユナさえで歌割りやってます。そう泣けるよねポールスター、いい曲本当に。そうなの、歌詞がめっちゃ良くて振り付けもなんか、あそうポールスターのこういう振りがあるんですけど、サビのあそこ一緒にぜひペンライトこれに合わせて振ってもらえたらなっていう話になってます。そうぜひぜひ皆さん一緒に振ってください。ね、ツアーでやりました。そうそうそう、そうポールスターもいい曲、本当にぜひ聴いてください。そうそうそうアズが一緒にって言ってくれた。そうなんか振り付けの先生がみんなに一緒にやってもらえるような
フリにできたらなと思ってますみたいなおっしゃってたので、そう、ぜひお願いします。そう、そんな感じかな。そろそろ終わらないといけないかも。めっちゃあっという間だった。ちょっとでも本当にもう本当にしたくて、ショールームをまたカラオケ配信も夏のうちにしようっていう目標ですそう、でも普通の配信ももうちょっといっぱいできたらなって思うので、全然だよ、忙しくない、みんなも忙しい中見てくれてありがとうございます。そう、ちょこっとでも、でもやっぱこうやって話せたら楽しいじゃんってことで、短くてもね、できたら、できる時はやりたいなって思ってます。見れてうれしかった、こちらこそありがとう、見に来てくれて。カラオケ配信も近々考えているので待っててくださいね。こちらこそ、じゃあランキングやもうかな。バタバタですみませんね。ランキングってどれだっけ、これか。はい、ランキング読みます。はい、13位たくみさん、たくみさんありがとうございます。はい、12位けんじさん、ありがとうございます。11位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。10位そうやさん、ありがとうございます。9位たくさん、ありがとうございます。8位焼きそばさん、ありがとうございます。7位井上たけしさん、ありがとうございます。そして6位あくんさん、ありがとうございます。5位とみさん、ありがとうございます。4位たくまさん、ありがとうございます。そして3位まゆよさん、神吉さん、ありがとうございます。はい、そして2位がカンタカンカンさん、ありがとうございます。はい、そして1位がドイツメロンパンさん、ありがとうございます。皆さん来てくださってありがとうございました。あっという間すぎたけど、この後も頑張りたいと思います。ありがとう、パチパチ。じゃあまたまたするときは言うので、 X とかで言います。ありがとうね。暑いので皆さんも気をつけてお水飲んでください。じゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。